アサシンクリード前回の追加のプレイしていきましょう。進捗を聞かせてもらおう。進捗？一人殺したよ。よしよし、心ここにあらずではないか。話してみよう。私の暗殺した相手は皆謎めいた言葉を残した。ここへ戻るたびに私は問いかけ、あなたは謎かけでしか答えない。だがこれまでだ。何？これまでだと？実行しているのは私です。仕事を続けさせたいなら今度こそ逃げずに答えてください。口が過ぎるぞ弟子よ。口の聞き方に気をつけよ。もうごまかされないぞ。失った名誉を取り戻す機会を与えてやったのに。失った？あなたが取り上げ取ってこいと命じた。まるで飼い主に従う犬のように。お前の代わりを見つけねばな。まったく惜しいことだが、代わりがいたらあなたはとっくに使っているはずだ。問う必要がなくなった時に答えが見つかると言ったな。もう問わない。奴らの結びつきを教えると要求する。その通りだよ。奴らは結びついていた。血の誓いだよ。我らと同じく。何者ですか？主よ、栄光を汝の皆に。テンプル騎士だ。その通り、ロベールの手の広さが分かっただろう。サントスの統治者も、他の騎士団の団長も。奴と志を同じくするものだ。奴らのしていたことは個別ではなく、つながっていたと。何がしたかったのだろう。支配だ。聖地を欲している。神のものではなく、自分たちのものにと。リチャード王とサラディンはどうなります？テンプル騎士団に従わぬなら殺すだろう。排除の手段にはこと欠かんしな。それなら止めなくては。これで理由が分かったであろう。奴らの望みを実現させてはならぬのだ。なぜ隠していたのですか？お前に自力で真実を見出してほしかった。仕事をこなし理解してほしかったのだ。勝ち得た知識は与えられた知識にはるかに勝るのだ。それにな、最近のお前の振る舞いには不安も多かった。なるほど。弟子よ、任務は全く変わらん。己の立つ場所が見えただけのこと。知識は力なりですね。敵の考えも以前より理解できそうだ。他に知りたいことはないか？マリクが持ち帰ったあの秘宝は？ロベールは死に物狂いであれを取り返そうとしていましたが。いずれ時が来れば全てを理解するだろう。テンプル騎士団の役割をお前が知るところになり、秘宝の存在が解き明かされたようにな。今はあれが敵の手ではなく我らの手にあるという事実を喜ぶのだ。それがお望みとあらば。そうだ。また一つ回を戻す。武器も変えそう。教団の名声を高めるよう行動せよ。弟子よ、行く前に。何か？お前を殺さないとなぜわかった？本当のことを言うとわかりませんでした。かけたのです。なんというか、あんまりよくわからってないんだけど。信じられるってことでいいのかな？あんまようわからんのだが。所持数増加か。じゃあ別に。戦闘訓練の相手してもらう必要もあんまりないのかな？このまま、行っちゃうか。うん。行った。よしよし。でも随分あれだよね。HP も。HP じゃないのか、これ。メモリーも増えたよね。どうやったらあんなに早く動けるんだ。走り方、なんか、おかしいよね。おかしいっていうか、この走り方で早く走れる気がしないんだけど。こんなもんかな。俺、そうだよ。別に陸上とかやってるわけじゃないからな。陸上やってる人から見るとこれどうなんだろうな。速く走れる走り方なのかな。もしくはちょっと隠密的に走る走り方とか、なんかあんのかな、そういう特徴的というか。なんかあんまりこういう感じで走ってる人もあんまりいないかなっていう印象なんだけど。ごめんね。どこへ行く気なのかしら。なんかめっちゃドタドタ走ってる感じがするんだよね。うん、気持ちの問題なんだろうけどさ。気持ちの問題っていうか、そう見えるだけなんだろうけど。
早いよな馬。乗馬昔、まあ、1年間だけなんだけどやってて、こういうのをやってるとさ、また乗りたくなるんだけど、なんだろうな、あの牧草なのかな、がすごいその鼻炎を引き起こしてたというか、めちゃくちゃ鼻が痒くなって鼻水が止まらなくなってとかなってて、まあ、それもあってやめたんだけど。エリサベル、見つかってしまった時は行く手にいる者に体当たりしてスプリントの邪魔にならないようにする必要があります。よし、サクッと突破して、すごいな恐ろしい光景だよね。よしよし、とりあえず話聞きに行こうか。通らせてもらうよっと。ちょ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 、危ないよ、いい、危ない危ない、やば、危ない、アサシンです、すいません、すいません、通ります。あれでは誰かに信頼をさせるじゃろ。見たか今、バカマルジェリー、やばいやばい、よしよし、オッケー、危なかった。でもまあギリギリなんとかなってるかな、なってるな、オッケー、よいしょ、いった。なんかめっちゃ追われてるぞと。よし、全然よしじゃないんだよね。とりあえずあれやっとっか、シンクロ。ここいらないっちゃいらないんだけどね。まだ上か、めっちゃ登らせるな。よし、オッケー、よし。実際これぐらいさ、その塔をせり出され、出させるメリットって何なんだろうな。権威とかそんなんだったりするのかな。この地を守らんと幾千もの命が捧げられた。あんま分からん。うわ、どこへ降りてきたな。奴はもう他の外区に逃げたんだろう。うん、逃げた逃げた、オッケー。信仰のために戦うこと、これこそ最高の栄光なのだ。よし、ここの隙間気になるな。まあ別にくっつけてやるために作ってるわけじゃないんだろうけど。よいしょ、うん、ほい、あれは何やってるんだ。よし、アサシン教団支部、オッケー、着いたね。やあマリク、情報を聞かせてちょうだい。今のこの町には無縁だな。で、今日は何の用だ。マハドア・ディーンを始末しなければ奴について教えてほしい。サラディン不在の今、この町には正当な支配者がいない。マハドア・ディーンは自ら名乗りを上げ、恐怖と力でこの町を支配している。奴にそんな権利はないというのに。それも今日までだ。そう簡単には行くまい。ただの奴隷商人とはわけが違う。エルサレムの事実上の支配者で、警備は極めて厳重だ。計画は慎重に練るといい。獲物についてよく調べろ。それを頼みたいのだ。調べるべき場所は。驚いたな。お前が俺に頼み事をするとは。命令しかできない男だと思っていたんだが。仕事だ。いいだろう。俺だったらまず南西のモスクのあたりを調べてみる。それから支部の南に2カ所怪しい場所がある。南の端にある教会、それからシナゴーグの近くの通りだ。ありがとう、助かった。しくじるんじゃないぞ。南の端か。てかこれ耐えてんのって合法なんだろうか。アサシンに合法か非合法かっつって
問う時点でそれは違うんだろうけどな。南か。とりあえず行ってみるか。よし。もう上をさ、こうやってぴょん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 行くだけでもすげえ楽しいよね。よいしょ。俺が商人に見えるか？おっとと消えな。よいしょ。お願いです。ほい。よいしょ。おっとっとっと、市民救出か。何もしてないのに、なぜこんなことをするんだね。やってもいいけどな。お前の神は随分と冷たいんだな。誰か助けてくれないか。やめてくれ。どうしてあんなことするの。痛い痛い。危ないぞ。ゲベルカフィルパパの肩や。おら。よいしょ。あれ、今のうちだぞ。やるぼらや。もう追い詰められてんだけど。喧嘩に見えるかこれが。さ、タイミングが難しいんだよね。怪我で済むかこれ。何人死んでると思ってんだ。やば。逃げようかな。ちょっと待って待って待って。やば。お前の負けは確定さ。ダブラダメだ。いやーダメだ。ダメだ。こいつ捨て頃で来てんのか。俺捨て頃に負けたのか。倒した敵を使い注意をそらすことができます。カウンターのタイミングはなんか難しくなってる気がするな。持ち場を離れます。その隙。気のせいかな、うん、せっかくちょっと行ったのにな。とりあえず南に向かえばいいんでしょ。南の橋って言ってたっけ。わーっていつまであんなことやってんだ。よいしょ。ほい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 、うん、あれよいしょ。旦那金持ってんだろ。金持ってるやつは絶対こんな移動しないよね。ちょっとでいいの。金をちょうだい。金をちょうだいがもう直球すぎて。よいしょ。何もしてないのに。よし。逃げられこんなことするんだね。危ないぞ。愛は頭の肩や。よし、無視していこう。こっちに入ったけど、どこだろう。あのポイントはどこだろう。よいしょ。ほい。よし。死ねおら。いった。ゲベルカフィル、いやダメでしょ。ちょっと待って。あぶな。ちょっと待って。あぶな。よし。オッケー、なんとかなった。なんとかなってんのかこれ。よし。どこだろうな。我のポイント。どこへ行ったんだ。なんかあんまりある感じもしないんだけどな。貧困地区。偉大なる栄誉ではないか。どこだ。死して神に仕えること、信仰のために戦うこと、うん、これこそ最高の栄光なのだ。もう全部見たと思うわ。リチャードを率いる邪教徒。なんかすごい話してるけど、俺には上の方に行きたいんだよな。この蛮行に天罰を下さんと。あの上か。あそこか。
行ってみるか。よいしょ。おい見ろ、何してんだ。よし。よしよし。で、あの上でしょ。我が偉大なる文明を守るため、我らが存続をかけた戦いに敗北はない。これどうやって登るんだ。なんかネズミ返しみたいについてる。我が民の消滅を夢見た邪教との王に報復を。無理か。今こそ反撃の時だ。こっからだったらいける。リチャード王率いる邪教と共に南に下る時。恐怖の記憶だけが残されている。絶対こんなとこ登ったらダメだと思うけどな。よしよし、ここだここだ。諸君共に祈ろう。サラディン様に、そして我らに勝利がもたらされんこと。シンクロ。多分下で演説してるやつがそうなんだろうけどな。諸君、悪魔はそこらかしこにいるのを忘れるな。隙あらば誘惑しようと。スリか。スリが2つ出たな。サラディン様の強い心を見よう。今こそ武器を取って。めっちゃ強い心を見せようとしてくるじゃん。あれか。あいつだな。ご用だと伺ったんですが、マハドアッディン様が今日も処刑をなされる。マハドアッディン様。手抜かりは許されんぞ。はい、お任せください。お前に預けておいた書類をあの方に渡せ。あれを見れば私の部下の配置がわかるはずだ。さあ急げ、遅れてはならんぞ。ご心配なく。他には何かございますか。実はな、アサシンが町に忍び込んでいるらしい。マハドアッディン様は怯えておいでだ。まあ無理もない、地位が高ければ敵も多いものだしな。あなたたちがいれば大丈夫でしょう。だといいがな。さてするしかないんだけど、動いてくれてたらもう全然すれるもんな。気づかれないもんね。めっちゃ見てるけど、これ疑われないのがびっくりなんだよね。セクハラですね。訴えましょう。マハドアッディーンの警備兵の配置図を入手した。配置図か。よし。もう一個のスリはあそこ曲がったとこかな。はい、ごめんね。あんなことして当然の報いだわ。報いって違う違う違う、敵じゃない、お前でもない。めっちゃ見られてんな。どこかで見た覚えが。よし、指示を聞いたか。次の処刑のために今日中に処刑台を直しとけとさ。ソロモン神殿の西外れのあれだな。今しがた通ってきたところだ。何人殺すんだか。真の指導者が現れて正義ってものを示しちゃくれないもんかね。ああ、マハドアッディーンのインチキ野郎じゃなくてな。どうすりゃそんなことが実現するかな。サラディン様が任命した代行はみんな事故で死んじまって、結局はただのコッパ役人だったあいつが今の地位についたんだよな。話ができすぎだぜ。事故の裏にいたのがやつでも俺は驚かないね。し、衛兵に聞かれたら反逆者扱いだぞ。自分が直した処刑台で処刑なんてシャレにもならねえ。めっちゃいるよね、この辺。さあ仕事に戻ろう。すごいよな、よく聞かれたらまずいみたいな話をよくこんなところでできるよね。正直家でも怖いわな、こういう話。よし、終わり。処刑が行われる場所の地図を手に入れた。なかなか大きいね。地図を手に入れるのでかいな。どこに消えたんだろう。よいしょ。あんなことできる人間見たことない。よし。で、あんたハサラ。どこだ。ん？この下か。レッソンハキール、さあそうやないかじゃさあ誰。危ないぞ。危ないぞ。ジャーファル、サウファタモートホラ。オンドローブイクリマカ。これ下で戦った方がいいのかな。わちゃっと、いた。あ、いた。ちょっと
待て待て待て。逃げるなら今のうちだぞ。やばい。よいしょい。普通に、なんか普通に人の方も切ってる気がするんだけどな。邪魔だね。危ない危ない。危ないな、もう。よし。あ、衛兵も来た。捕まえてやる。こいつら切るのは完全にお門違いだとは思うんだけどな。お前もやんのか。1対1だとこうねいけるんだけどな。いった、くそ、まだ来た。あなたの命の恩人よ。あなたの善意は町中に知れ渡るでしょう。何これ、まさか善意ね。こうなんというか善意を利用してただ殺人を犯してるような状況にしか見えないんだけどな。ん、何してんの、登って。遊んでないで登るんだ。どこだろう、そこか。あ、近いな。近いっていうか低っ。え、こんな低いの、ここ。え、低いよね、これ。え、めちゃくちゃ低くないか、ここ。低いよね。だって、横の建物の方が高いもんね。囲まれてんじゃん、ここ。あれだわ、神戸の、長田の、なんだっけ、鉄人28号か。あれを見てる気分だわ。盗聴か。話聞くだけなんだよね、あれね。座って話を聞くだけだから、どこでもできるっちゃできるんだけど、どこだ、座るとこ。あったあった、これか。どうも、座らせてもらうよ。やべえ、よく聞こえるな、この距離。全然近くねえんだけど。近くのベンチってここしかないよね。他ないよね。上か。あっち行け。すごいよな、あっち行けって。ヘルプ、ヘルプ、ヘルプ。こんだけ叫んでても気づかんもんか。めっちゃヘルプミー言ってんじゃん。っていうか英語。あれ、ここじゃないのかな。ターゲットロックしてるつもりなんだけどな。おかしいな。いった。切り殺すぞ、お前。こっちだったりもしないよね。上ってこともないだろうし。違う違う違う。あ、これか。そうだ。すまない、アフマド。奴らいきなりやってきて。私の息子がさらわれたのか。息子はどうなるんだ。できる限りはしたんだが。だから息子はどうなる。処刑される。今日だ。そんなことは許してたまるか。だけどどうする。マハド・アッディンは神のご意志だとか言って聞く耳を持たないぞ。これが神のご意志なもんか。奴に直談判してやる。どこにいる。処刑場だ。あいつは自分の手で人を殺すのが楽しくて仕方ない悪魔のようなやつなんだ。グズグズしちゃいられない。行こう。
はい、ということでじゃあ次回もう処刑のやついけるみたいなので次回暗殺しに行きましょうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。